はい、どうもタンタンです。今日はキワヤさんですね。キワヤブランド、こちらオリジナルシェイプ、オリジナル、まあ、ボディシェイプもそうですし、ヘッドもオリジナルシェイプのこのキワヤさんブランド、キワヤブランドの、中からですね、 KPS の 1M ですね、ソプラノサイズ、そして 1M マホガニーボディのこちら1本になっておりまして、はい、今言いましたようにシェイプもね、完全オリジナルシェイプで、まあ、エンドピンついてる仕様になってたりとか、あとペグの方はこういったペグというかヘッドもこのデザインですね、オリジナルデザインプラスギアペグですね、5等のこういったギアペグがついております。この KP、 このキワヤさんのこのシリーズですね、このこういった形状、ソプラノとコンサート、テナーと出てるんですけれども、この大きいフレットを打ってあるのは非常に特徴的かなと思います。マホガニーボディなんだけど、結構明るい音、粒立ちのはっきりした音が出るかなっていう印象ですね。その辺もやっぱりこうフレットサイズもあるかなと思います。立ち上がりが非常に、この大きいフレットだといいかなという印象ですし、弦の方もフローカーボンのちょっと細めの弦を張ってあるので、そのあたりも音が、そんなに強いタッチで弾かなくてもスパンと前に抜けるような感じの音がするのかなという感じがいたしますね。魔法なんだけども、そんなにこう柔らかくはなりすぎずに、ソプラノサイズなんだけど、まあ、ちょっとソロとかもやってみたいなっていう方、ソプラノサイズでちょっとそういったメロディーとかも弾きたいなっていう方なんかは、非常にこちらのモデルは、使いやすいんじゃないかなと思います。はい、ネックの方はね、比較的こう幅が、まあ、こうちょっとあって、裏がこんな感じ、ちょっと台形というのかな、裏のこの頂点の部分がちょっと平たい感じの、形状になっております。はい、ということで、こちらキワヤさんのソプラノサイズですね、 KPS の 1M というマホガニーボディの、はい、1本になっております。キワヤさんもね、このシリーズ、まあ、日本製のシリーズはね、どうしてもそんなに多く、この辺りも数が作れないのかなというところで、マホガニーのシリーズ、結構このコンサートもそうですし、まあ、ソプラノも結構人気で、意外と早く品切れになってしまうこともあるので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。